正門創立100周年記念日、強い子大阪市立育和小学校は、大阪府大阪市東住吉区にある公立小学校。公明の育数は、公明制定当時の校区が、今川、今林、熊田、熊津の4地域だったことで、今川、今林の頭文字、糸、熊田、熊津の頭文字、区から幾、育都市。 校区の四地域が和するという意味を込めた和を組み合わせて名付けられている。また公明には児童が温かく育ってほしいという願いも込められている。1875年に開校し、1893年に現在地に移転している。明治時代初期の学生発布を受け、1872年11月に住吉郡今林村、今在家村、 新在家村を含む13が、町村が合同で、平野泥堂町240番地、下宇佐国庫が半人屋敷跡に、第3大学区第3中学区住吉郡第1、学区小学校が設置された。その後第1番小学校より分離する形で、今林村、今在家村、新在家村の三家村が合同で学校を設置することになった。 1875年5月に今林村、今在家村、新在家村を校区とする住吉軍第8番小学校が開校した。第8番小学校は新在家村76番地、原光寺本堂に置かれた。1877年には住吉軍公立新在家小学校と称した。1883年2月には枠和村にあった。 住吉郡公立桑津小学校を合併し、今林、今在家、新在家、桑津の4村が校区となった。今林、今在家、新在家、桑津の4村は1889年の町村制施行の際に合併して、住吉郡北下だ村となり、旧村は北下だ村の大技となった。学校は、簡易教場や、簡易小学校などへの改編を経て、 1892年の小学校令により、住吉郡北、下田良人情小学校となった。高等科は設置せず、地域在住の高等科児童は、近隣の町村と合同で設置された、熊田高等小学校へ通学していた。1895年11月より、北下田村大畑新在家902番地での校舎建設工事が始まった。 1896年4月7日に、校舎落成式を実施し、現在地への移転が完了した。大阪市の第二次市域拡張に伴い、北くだ村など、計44家村は1925年4月1日付で、大阪市に編入された。大阪市への編入の際、これまでの村名から取った北、くだら人情小学校から、大阪市育和人城小学校へと改称した。 1934年9月21日の室戸台風では木造校舎が反壊する被害を受けている。昭和時代初期には地域の宅地化により児童数が増加したため学校の過密化対策として1940年に行くか北田辺の両校の校区を再編する形で大阪市総津人上昇学校が新設された。これに伴い桑津地区を 小学校校区へと変更している国民学校令により、1941年に大阪市育和国民学校へと改消した。太平洋戦争の激化により、1944年9月17日より、南河内郡とんだばや市長、磯長町への学童集団疎開を実施した。1944年時点では3年生以上の児童が対象となっていたが、 1945年には対象を1年生以上に広げた。集団疎開は終戦後の1945年10月23日まで続いた。大阪大空襲では校舎に被害はなかったものの、1945年5月より校舎は戦時接種の対象となり、陸軍兵舎へと転用された。学生改革に伴い、1947年に、 大阪市立育和小学校となった。一時期新生大阪市立東住吉大に中学校の分校として校舎の一部を貸し出していた時期があった。1950年の JN 台風では給食調理室が大破するなどの被害を受けた。また1961年の第二室戸台風では公道の屋根が飛散する被害を受けた。卒業生は 大阪市立白崎中学校に進学する。ありがとうございます。